ぼちゃんの財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。夏が過ぎ、静かな秋の海家海岸に来ております。海家海岸と米子の町や大山も一望できる伊佐利美展望台ってのがあるんですよ。3階建てになってるよ。何度目かの海家温泉のご紹介だけど、今回は温泉旅館海家最上楽さんの貸し切り温泉に入ってみるね。ヒノキの浴槽みたいです。楽しみですね。脱衣室に着きました。壁が木で作られていて、優しい木の香りを感じます。一足先に浴槽を覗き見。それでは用意して温泉に行ってみましょうと行きたいところですが、脱衣室に健康足つぼマッサージ板がありました。ふみふみ、ここが痛い。悪いのは小腸と痔だそうです。では改めまして、浴槽に行ってみますよ。石の床と木の壁ですね。見たことないような蜂蜜シャンプーです。売店で売ってるんですね。浴槽を念入りに眺めているぽちゃんです。それでは掛け湯をしながら浴槽について説明書きを読んでみます。この浴槽に使われている木材は古代ヒノキと呼ばれる直径2メートル余りの巨木です。海抜2500メートル以上の山奥です。樹齢2000年ほどの木が地殻変動や地震で生木のまま倒木し、さらに150から200年眠り続けた世にも貴重な逸材珍材だそうです。浴室の独特な深い木の香りはこの浴槽によるものだったんですね。膝上くらいの深さだよ。絶えず新しいお湯が注がれています。41度くらいかな。いい湯加減です。泉質は高調整のナトリウム、カルシウム塩化物泉。今まで入った海家温泉と同じく、とても塩分が高く、汗くらいの塩分濃度だよ。この塩加減が温まる秘密かな。カポカポちゃんはお外を見てみますね。残念ながら海は見えませんでしたが、米子の町明かりが網戸の隙間から見えます。温泉から上がってもポカポカが続く海家の湯。お肌もしっとりするよ。それでは恒例のぼちゃんの和風手ぬぐいシリーズ。今回は海辺の温泉地にちなんで水流金魚にしてみました。最後までご視聴ありがとうございました。エンディングでは海家温泉のお稲荷様にお参りして皆様の幸福を祈願するね。